んにちは、アムユーズニャーです。さあ始まりました、アムユーズニャーの3分ニッティング。この番組は手芸まだまだお勉強中のアムユーズニャーが手芸に関するお役立ち情報をご紹介していきます。さて今日のテーマですが、皆様からご質問いただきました中からこちら、和から始まる作り目、こちらのコツをご紹介していきたいと思います。和から始まる作り目って編みぐるみとかあと小物とか結構いろんなところでたくさん出てくると思うんですけど、よく出てくる割に意外と難しくありませんか？ということで、まず一般的な和の作り目、皆さんがよくご存知なのは、指にねまずくるくるっと2周して、でこの輪っかの中から糸を引き出して、で立ち上がり糸目編ん であとは指定の回数分の細編みをしていく、これだと6回ですねっていう感じで、くる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 っと輪に編みつけていく感じで細編みをして、で最終、例えばこれ6目細編みした状態なんですけど、そしたら最後ここですよね、引き抜きをするためにまずこの輪を閉じるっていう作業をすると思うんですけど、この2本のね、2本の糸のこのどっちを引っ張るのっていうのが難しくって、まあ、最初ちょっとこっち引っ張ってみて、動いた方の反対側を引っ張ってっていう感じなんですけど、これやってたらあれどっち結局引っ張るんだったっけって分かんなくなっちゃったりとか、間違えてギューッと引っ張っちゃって、ああ閉じてしまった、元に戻れないとか、あとは糸が切れやすかったりとかするとね、引っ張ってギューッて引っ張ったらプチンって切れちゃったりとか、結構皆さんここで最後縛るときに難しいなって思われてる方が多いんじゃないかと思うんですけれども、今日はそんな輪の作り目を簡単に克服できちゃうコツ、こちらを2つご紹介していきます。まず一般的な鎖目を編むときと同じように数字の6を描くように針を回します。次に針がかかっている糸の輪が大きくなるように緩めて持ちます。続いて輪の作り目の時と同様に糸を引き抜き、鎖目を1つ編みます。ここでポイント、ここからは指定回数分の細編みをしていけばいいのですが、その際編み進めていく側の輪は糸が二重になっていることをしっかり確認しましょう。一本では輪にならないので要注意。指定回数分の細編みができたら、あとは編み始めを引っ張るだけで輪が閉じていきます。これでどちらを引っ張ったらいいのか悩む必要もありません。引っかかりもないので糸が切れる心配も軽減。ぜひお試しください。切れやすいタイプの糸やレース糸など細すぎて難しいというとき、お役立ちなのがこのニットリング、これを使えば輪の作り目に苦しむことなく始められます。始め方は簡単、このニットリングを編みくるんでいくだけです。輪の作り目の部分をニットリングに見立てているので、編み始めは1段目の立ち上がりからです。まずニットリングの中に針を入れ、糸を引き出します。ここでポイント、そのまま立ち上がりの鎖目を編むと編み始めが動いて緩んでしまうという方に朗報。糸を引き出した後、その場で針を半時計回りに回してから立ち上がりの鎖を編むとどうでしょう、糸がしっかり結ばれて動かないから次の目が編みやすいんです。あとは指定回数分の細編みをして引き抜けば完成です。ただこの方法だと輪が締まらないので中心の空間が残ってしまいます。気になる方はその1の方法をお試しください。
ニットリングは一番小さいもので8ミリ、先ほど使用したのは15ミリのものです。細い糸の場合は8ミリがおすすめです。いかがでしたか？今日からは輪の作り目もスルッと簡単にできちゃいそうですよね。それでは今日はここまで。これからもこの番組では皆様の疑問・質問にお答えしていきますので、ちょっと気になることとかわからないことなどありましたらメッセージお待ちしています。それではまた来月お会いしましょう。さようなら。アムユーズニャーの3分ニッティングでは、皆さんが日頃抱いている手芸に関する疑問・質問にお答えします。メールのタイトルにアムユーズニャーに質問とご明記の上、ご覧のアドレスまでどしどしご応募ください。皆様からのメッセージお待ちしています。